私の名前は斉藤京子、女探偵よ。せっかくの休みにペンションに来たってのに、まさかあんな事件に巻き込まれるなんて。え？何？でね、失礼いたします。まずは皆様お集まりいただきありがとうございます。私は斉藤京子、普段探偵をしている者です。こちらは刑事の秋山さん。皆様が集められたのは他ではありません。昨夜停電がありましたよね。その停電に乗じてこの中に私のお尻を触った犯人がいます。絶対俺は触ってないけどな。うん、そうでしょ。女性のお尻を触るなんてありえません。落ち着いてください。名乗り出てくださいよ。もう触ったんやったら分かってるでしょ。バカバカしい。もう帰っていいですか。ちょっと待ってください。これは大事な事件なんです。ちょっと座ってください。なので、今から皆様に私のお尻を触っていただきたいと思います。実際に。はい。それはどっちなんですか、フェザーなのか。私は感触を覚えています。今この場で私が情報を漏らしてしまうと犯人が触った感触を変えるかもしれません。でも牧氏は女性にまだ触れたことないんやと。はい。だから今日が初めての女性のお尻ってかわいそすぎるやろ。僕だけは勘弁してもらえませんか。足立は僕のことをよく知ってくれてて、僕に女性経験がないっていうことも十分に知ってくれてる。だからかといって犯人の可能性がゼロになったわけではありません。そんな。落ち着いてください。あなたもちゃんと触っていただければ、犯人ではなければ疑いが晴れるはずです。初めてのお尻なのに。では、一列に並んでいただいて。それではまず、グレンさん、お尻を触ってください。どう見てもこいつだろ。ありがとうございます。続いて、アダチ。全然タイプちゃうねお前。続いて浦田さん、お願いします。なんか息遣い荒い。誰ですかあなた。足立よ。バカバカしい。怪しいな。お願いします。こいつだろ絶対。ありがとうございます。続いて、ひろきさん、お願いします。なんで俺はこんなやつの質は。おい、感じてるじゃないか。続いて、牧師さん、お願いします。問題がある。喧嘩はやめてください。
り合ってるわけじゃない。目の上の立場から私がいいと言うまで。いいと言うまで、両手で強く揉みしだい。両手両手間違ってるだろ。下からもっとそんなもっと強く揉んでください。ああくそ、これ前から見たらやばいやばいぞこれはありがとうございます。なんだそれ、ありがとうございますありがとうございます。シンプルに感謝するなよ。触ってたからな、この人も。ちゃんと強くも見せないでください。最初から犯人が分かり…え？おい全部じゃないか痛いまだダメです、まだいいって言ってませんよ。ちゃんとお顔見せて。もういいだろ。激しく揉むんです。ありがとうございます。停電の間にあんなに激しく揉まれたのか。確かにおかしいだろ。止めれたでしょ。お前のあんなに長い時間揉まれてたならこれはでも逃げようあるだろう。怖かったんです。だいぶお前が手伝ってるだろう。触りやすいように。続いてマキシさん。どうしてそうやって犯行から逃げようとするんですか。向き合ってください事件と。事件で怪我女性ですよ。マキシ、女性が全員こうと思うな。大丈夫こう強い毛が真ん中にあるだけで別にちっちゃい毛も全面的にいい。毛の話はいい。もう全面的にある。毛の話全面的にあるんです。昔のベッカムみたいな女性が全員昔のベッカムじゃない。これが全部じゃないよな。全員じゃない。全部じゃないよな。ゆきちゃんはこんな子じゃない。アンダーベッカムヘア。いきます。いきます。多分ちょっと柔らかくなってる。これすぎてみんなが思うから。何よ。遅れた。返して。ちょっと。ちょっと。ちょっと。マキシ。操作ですよ。下から。下からこっち触り心地は悪くない。マキシ分からないだろそんなの。分かりました。分かりました。皆様ご協力ありがとうございます。もはや犯人見つけてくれ。今のマキシだけ本番じゃなかったか犯人は割り出せましたか。はい、では一度皆さん着席していただいて。
言に乗じて私のお尻を触った犯人は弘樹さん、あなたです。そんなわけない。気持ち悪い。そんなわけない。君だけ触り方が違いましたよ。本当に楽しんでるようだった、あなただけ。昨日もう触ったから今日は詰めるんだよ。違うパターンも楽しんでんじゃないよ。ゆきさん、気持ち悪い。連行します。寂しかったんだよ。どうしても寂しくて。最後に何か言い残すことがあるんですか。もう一回触らせてくれないか。頼むよ。なあ、探偵さん、ダメですよ、ね、もう一回触らせてくれよ。犯人は激しく揉んだだけではなく中指を添えてきた。非常に悲しい事件でした。皆様、本日はありがとうございました。歌が今晴れてよかった。絶対ないよ。